ボンゴレです。ボンゴレ、アサリちゃんね、ちょうど今春なんでアサリがねプリプリ大きくなってるんですよ。で、これを使ってボンゴレロッソを作りたいと思います。今日使いますのはこれですね、リングイネ。リングイネっていうのは楕円形の断面のパスタです。断面はこういう感じですね。見えるかな。結構これは魚介系のパスタには採用されるんですよね。だいたい茹で時間が6分から8分ってことなんで、とりあえず1人前作りますかね。はい、そこ。だいたい茹で時間が6分から8分って書いてあったので、7分ぐらいでセットします。だいたいこう1分ぐらい短く茹でるわけね。で、最後の1分間はソースとこう混ぜる時間なんですよ。ここ間違えちゃうとすごいシャバシャバなパスタになっちゃって、激まずになります。それやめてくださいね。最後1分はフライパンの中でよく混ぜるっていう作業が必ず入ります。これはもうどんなパスタも一緒だね。はい、ではね、パスタを茹でつつソースを作るっていう同時進行です。今日は6、7分しかないんで、あんまり時間ないです。だから急いで、まずパスタを作る。まずオリーブオイルね。で、これを温めて、そこにですね、今日はちょっとニンニクは、顆粒状のニンニクですね。まあ、こういうのがあるんですよ。ちょっと唐辛子なんか入ってますけど、これほぼほぼニンニクです。ニンニクだけの塊みたいな。あ、塊というか、顆粒だね。で、これをまあ1、2杯入れちゃうわけですよ。ちょびっとピリ辛になります、これ。これは本当は、ブルスケッタっていうバケットの上に トマトとか乗せたり、レバーペースト乗せたりするのがブルスケッタっていう前菜なんだけど、それ用の、まあ、スパイスなんですよね。まあ、ほぼほぼニンニクなんですよ。だからこれを応用します。これがなかったら、ニンニクをパチンと叩き潰して、オリーブオイルで、香りを移していくっていう、まあ、通常の作業で大丈夫です。これ焦げやすいので、ひたすら弱火にしちゃいます。で、ここに、まずもう、アサリ入れちゃうね。で、白ワインを、ちょっと振る。はい。これで加熱です。で、このまましばらく、アサリの蓋が開くまで、加熱ですね。強火です。で、ワインの酸っぱさみたいなものが残ると、ちょっと強ざめな味になっちゃう。最後はフランベっつってね、アルコール分を火でこう飛ばしてあげるっていう作業をするんですよ。そうすると美味しいワインのエキスだけがこのソースにこう入るわけね。でその間にイタリアンパセリをね、じゃないわ、今日はこれね、こいつを刻みます。で、まあ、茎の方はねあんまり使う道がないんで、まあ、切っちゃうんですね。はい、今こんな感じです。うーん、うまそうだね。で、ここにパセリを足の裏にガッと入れちゃう。いいね。で、このアサリは一旦もうね、揚げちゃいます。そうしないとどんどんどん身が締まっていっちゃうんで。で、このソースにトマトソースを加えて煮詰めるわけですね。有機栽培のトマトソースですね。ソースというか、これはピューレですね。要するにトマトがすごいたっぷりの、煮詰めた液体って感じ。だからトマトソースよりももっと濃いです。で、これをドボッと入れる。うん。もうね、ためらいなく一気に入れてください。それで、ちょっとしばらく煮詰めますけど、この間のパスタが今7分経ったので、だいぶいい感じでこう、いがってるわけですね。ただまだね、ちょっと硬いね。
標準レジ感っていうのはあくまで目安なので、実際はやっぱり味にして硬いなと思ったらもう少し煮詰めても大丈夫。全然硬い。僕はこれ入れます。ブラックペッパー、ホワイトペッパー、ピンクペッパー、グリーンペッパーの4色揃ったペッパーです。これでちょっとこうね、ピリッとこうさせるわけね。で結構もう塩味はいい感じなんですけど、特別にアンチョビ入れちゃおうかな。まあ、1、2匹入れれば OK ですね。あんまり入れるとちょっとしっかりかっちゃう。これもうコクの元なんで。でも、ちょっと入れたらすぐ煮詰まって、身も形もなくなっちゃうんで。まあ、これでいいや。したら混ぜ合わせて終わりです。はい。なんかいい感じですよ。ほら、アンチョビはね、もうすぐ溶けてっちゃうからね。缶の形もなくなっちゃいます。あともう1分ぐらいしたらパスタ入れ上がっちゃうんで。じゃあ混ぜて完成。じゃあアサリを投入ですね。で、パスタも混ぜます。よいしょっと。で、ここで、パスタが、ゆる色の柔らかい状態にならないように気をつけながらよーく混ぜ合わせるわけですよ。このパスタの中にソースにどん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 こう染み込んでいくわけです。いつものように小高くこう、回し込みながら盛り付けるわけですね。今日はロッソスタイルにしましたけど、これトマトソース入れなければそのままボンゴレエビアンコです。ボンゴレ完成です。ではボンゴレいただきます。今日は気持ちいいね。空が青いぜ。ボンゴレロッソです。言うの忘れてたけど、ボンゴレは貝からいっぱい塩気が出るんで、パスタが出るときは塩加減は半分ぐらいに抑えて、そうしないと後でしょっぱくなる。これはそうやって作ったんで大丈夫です。貝も美味しいね。やっぱ春だね。うまい。うまいよ。いやマジうま。これやばいかも。ここまで濃厚なねボンゴレロッソはなかなか食えない。まあこんな感じでね、週に 1、2 本はパスタ動画アップしてます。よかったらチャンネル登録してくださいね。ではチャオチャオチャオ。